今日私は大阪関西国際空港に先ほどですね、タイのバンコクから到着したところなんですが、今からですねちょっと唐突でありますけど京都に、行こうと思っております。で京都で一泊するんですけど、今回皆さんに紹介したいちょっとホテルがありまして、久しぶりにですねうなぎ食べ放題朝食をやってるビジネスホテルのちょっとレビューをねやっていこうかなと思います。しかも今回はですね今までに例がないうなぎプラスいくらの食べ放題なんですよね。そう、せっかく今関西にいるので、まあ、自宅に帰るついでに寄って京都でそのホテルに一泊してから帰ろうということで、ちょっと今回皆さんに、ね、紹介していこうと思います。皆さんが大好きな朝食うなぎ食べ放題、これ久しぶりにやりますね。関空から京都まではねいろんな行き方があるんですけど、自分は安いリムジンバスで今回行っちゃおうかなと思ったんですけど、いろいろ調べてたらね、あの JR 西日本のいいご予約、あれでねはるかを予約すると事前にですねチケットレスで850円で乗れるんですよね、京都まで。普通車指定席ですね。グリーン車に乗った場合でもまあ割引も結構あるんですが、普通車指定席で850円ってめちゃ安いなと思ってね、うん、だから今回ちょっとあんま乗る機会がないんで遥かで行こうかと思います。うん、なんかめっちゃ高いイメージがあったんでね避けてたんですけど、いつも南海の、空港急行とかで行ったりとか、うん、してたんですけど、ラピートと変わんないですね850円だったらね。特急はるか18号京都行き、これを予約してあります。4番線ですね。ちょうど乗る列車がハローキティはるかですね。なんか昔乗ったことあるな。それで今河原町三条ですね、に来ました。この先がアーケードの中にホテルがあるみたいです。ちょっと分かりづらかったですね。こちらですね、ホテルグレイズリー京都三条、下がセブンイレブンになってますね。目の前にはタリーズもあるし杉薬局もありました。とりあえずチェックインしましょう。外国人観光客が喜びそうな感じになってますね。ということでチェックインの完了いたしました。とりあえず今から部屋に行きます。反対側の北館だ、俺が泊まるのは。これですよ、これうなぎといくら食べ放題です、はい、これをちょっと楽しみに来ました。あとご飯ですよがあれなんです、タイアップしてますね、はい、ちょっとまず部屋に行きましょう。今回は303角部屋とかじゃないですね、ここです。ということで部屋に入りました。こんな感じです。はい、あ、いい感じの部屋ですね。ベッドでかいわ。まあこういった座るスペースとかもあるし、はいはいはい、テレビもあるし、景色は多分、まあ、残念な感じですね。
はい、なんかビルの間って感じですけど大丈夫です。で、あとはこちら洗面台があって、まあ、タオルとかも全部ありますね。それでこちらがバスルーム。あー、広い、でかいね。素晴らしい、ちゃんと洗い場もあっていい感じですね。ちゃんとトイレが分かれてんだ。で、こっちがトイレかな。あ、トイレですね。ウォシュレット、はい、素晴らしい。あとはアメニティもしっかりあります、はい、あ、入浴剤もあるんだね。あとはこちらナノイー発生器がついてますね、うん、まあ、部屋自体にも空気清浄機がついてるみたいな感じですよね。こんなねホテルは海外でありませんよ。もう日本だけだと思いますよ。もちろんですね、ベッドサイドにはコンセント2つと USB、 あと有線 LAN のね、差し込み口まであります。すごいね、ベッドの横に。こちらにもコンセントがあります。もう日本のビジネスホテルは部屋中にコンセントだらけ。ということで部屋はこんな感じです。まあ一般的なビジネスホテルですね。ただちょっと部屋は豪華かもしれない。あとこちらワシントンホテルズグループの系列ホテルになっておりますので、自分ね、あの会員登録というかそのメンバーになってなかったので、今ねちょうどチェックイン時にしたんですよね。そしたら入会特典でなんかジュース1本くれました。うん、東京とかにもありますよね、ワシントンホテルとか。うん、それの系列なんでしょうちょっと自分は全然詳しく分かってないんですけど、また新たな修行しないといけないかなまあこういったホテルでも一泊きっとカウントしてステータスとかあるんだと思うんで、はい、また興味があったらやってみようかと思います。うん、とりあえずも部屋の紹介はこれだけかな。はい、大浴場とかはなくて、で、まあ一番の目玉はね、ここに今ちょうど書いてあるけど、はい、朝からうなぎといくら食べ放題。うん、これをちょっとね、まあ、皆さんに見せたくて、あと自分が体験したくて来たって感じですね。まああとこのホテルの立地も素晴らしいですよね。商店街の真ん中にあるんで、まあ食べ物、お店大量にありますよね。しかも1階がセブンイレブンになってます。で、周辺にはドラッグストアも喫茶店もカフェも何でもあるって感じですね。うん、だから観光の拠点にするにはめちゃくちゃいいと。で、まあ現に外国人観光客の人めちゃくちゃいますね。さすが京都って感じがしました。今チェックインで並んでる人たち20人ぐらいいたんだけど、全員外国人だった日本人で今泊まり来てる人あんまいないかもしれないですね、こういった京都のど真ん中のビジネスホテルっていうのはね。みんな避けますもんね。まあ今回ちょっとあえて自分は突入してきましたけどあともう今日はそう、あの深夜便でね関空に着いたばっかで、もう今めちゃくちゃ眠くて、もう疲れも溜まってて、もうぶっ倒れそうなんですよね。なんで今日はもう明日の朝ごはんをメインで、あのこのホテル泊まってるんで、もう特に何もせず、もう今日はシャワー浴びて今から寝ます。はい、休憩します。いやー、めちゃめちゃ気持ちいいですね。生き返りますね。日本に帰ってきてすぐにやっぱ風呂に入ると最高だわ。すごいですね、セブンイレブン直結ですわ。秘密の入り口みたいのがあります。おお、そのまま入れる。今見たらね、宿泊者限定のなんかラウンジみたいのがあるそうなんで、ちょっと行ってみましょうか。2階だそうですね。軽い飲み物とかならあるのかもしれないですね。ここか。はいはい、こんな感じになってますね。すごい広いスペースです。24時間誰でもドリンクコーナー無料ですね。はい、こんな感じでフリードリンクになってました。アメニティもこういうとこでもらってきますね。おはようございます。翌朝になりました。それでは今回の動画のメインである朝食、うなぎ食べ放題、いくら食べ放題、行ってこようと思います。いやー、めちゃくちゃ楽しみですね。うなぎ料理がね、なんかいろいろあるらしいんですよね。うざくとかうまきとか、それも楽しみですね。すごいです。こんな感じなんだ。ということで朝食をこんな感じで持ってきました。すごいです、うなぎマジでガチで食べ放題ですね、はい、
これうな丼用のうなぎですけど、あとこちらいくらもかけ放題食べ放題で、マグロの中落ちとイカもありました。なんで2種類の丼を食べ放題で味わうことができます。であとはうまきも作ってくれますね。でおかず類もまあまあいろんなものがあって、これはうざくですね、うん、であとサラダとか、やっぱメインはでもこの丼ですね。いやすげえ久しぶりにがっつりちょっとテンション上がってます。しかも帰国したばっかなんで恋しかったですね、和食が。それでデザートですね。手作りフレンチトーストと抹茶のおはぎ、チョコケーキ。これが手作りラスクですね。であとこれもその場で焼いてるどら焼きです。マジうまそうですね。ということでホテルチェックアウトいたしました。久しぶりに1年ぶりぐらいじゃないかな、うなぎ食べ放題の、朝食ビュッフェ食べれるビジネスホテルですね、泊まったの。いやー良かったです、はい、やっぱ満足度が違いますね。しかもいくらも食べ放題でしたからね、まあ、私のチャンネルではね、うなぎ食べ放題朝食やってるホテルをですね、まあ、東海地方特に名古屋を中心にですねいろいろやってきたんですけど、まさかこの京都でねやってると思わなかったんでびっくりしました。あのこれはね、あの視聴者の人に教えてもらって、すーさんおすすめだよって言われたので来たんですけど、来て正解でした。もうねちょっと旅行支援終わっちゃってるんで、割引とかがあんまなくて、今回宿泊代金ちょうど1万ちょっとかな、1万1000円いかないぐらいだったんで、まあ、以前に比べればですね、そのキャンペーンやってる時に比べれば高いんですが、まあそれでもあんだけの朝食食べれますし、部屋もいいので非常におすすめでした。東京とか大阪とか街の中心部で泊まったら、普通にアパホテルとかビジネスホテルでも1万超えてくるので、それだったらねここ泊まるの、まあ、関西圏で出張とか旅行ある人はありじゃないかなと思います。今回こんな感じでちょっと短いですけども、久しぶりにうなぎ食べ放題ホテル泊まってみたっていう動画、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。